俳優の杉浦太陽とタレントの辻のぞ美が今日28日放送の日本テレビ系クイズ。あなたは小学5年生より賢いのを7時に夫婦揃って出演する。同番組は小学生の教科書や参考書からクイズを出題。挑戦者は11問い連続で正解すれば300万円の賞金が獲得できる超プレッシャークイズ賞。 杉浦辻夫婦は、高校2年生の長女から中学2年生の長男、小学6年生の次男、5歳の三男まで4人の子供を育て、日常を映した動画が話題となっている。夫婦揃って、ベストファーザー賞とベストマザー賞を受賞した。子供たちとの前回の挑戦では、最終問題まで到達するものの惜しくも敗退した。賞金の使い道は子供たちの教育費。 しかし、ことごとく夫婦で意見が割れる。回答をロックするまでに辻は珍回答を連発し、MC の劇団一人は、辻さん、ぶれてないですね、と大喜び。親の威信をかけて全問制覇し、子供たちのお手本になれるのか。また、4月から同局系デーデーのコメンテーターとして共演し、プライベートでも仲が良い小木博明、小木やは萩と野呂佳代がペアを組んで参戦する。 二人とも情報番組に出ているからには、クイズ番組で恥ずかしいところは見せられない。全問正解できるのか